はい、どうぞこんにちは、お尻のうちです。ブラックです。では今回はですね、ユーフトモの2023アプリ版やっていこうと思うんですが、今回はですね、月曜日ということで、ガチャがいろいろね、来てますね。まあ、パックも来ているんですけれども、今回のまあ目玉はですね、ワールドカップのこちらですよね。かっこいい絵柄になってです。パックはね、ちなみに、こちらのベルギーと、まあ、ポルトガル来てるんで、まあ、こちらのね、選手評価も、出せればなと思うんで、ぜひこちらの選手評価見たいよという方はですね、チャンネル登録と高評価してね、待っていただけると嬉しいです。ということで、今回は、こちらの当たりランキングですね、インターナショナルカップということで POTW、まあ、ワールドカップですね。いやー、またカードかっこいいね。しかもですね、今回こちらなんと5回引けます。でメンバーもですね、まあ、グリーズマン、そしてベリンガム、ティモシー・ウェアで、このベリンガムに関しては待望ですよね。まあ、イングランドパック買うとベリンガムゲットできるんですけど、まあ、ベリンガムが活躍したということで、こちら週刊にもね搭載されてる。しかもですね、トラックバックということでチェイシングがついてるんですよね。ただね、結構残念なお知らせがあるのが、これエラシコが消えてるんですよね。アウトスピンキック、何がついたかというとチェイシングとヘッダーがついてるんですよね。まあ、ちょっとネイマールとかの特殊ダブルダッシュはできなくなった。今回4名ですね、見ていければなと思います。まず第4位、ジルーですね。193cm。まあ、文字 TV の方でも、ジルーは紹介しましたけど、パックのジルーと比べて、こっちのジルーの方が、この週刊とかに入ってる選手ってみんなそうなんだけど、共通してるのは全体的にやっぱり能力が振られてるんで、うん、まあ、普段やっぱりパックの方だとさ、より尖らしたりとかするんで、このパスのところとか全く振らないんですけど、パスのところは79とかあったりするんだよね。ジルーって193cm あって、オフェンスセンス決定力が84で、ヘディングですよね。これ93あって、ジャンプフィジカル92-90ある、ワンパ、そしてワンシュー持ちのスーパーサブ。今の環境的にはインパクトクロスとかは弱体化しちゃってるんだけど、うん、ただこの選手がですね、やっぱ後半入ってきて、この選手ターゲットにして攻めていくっていうのは一応すごい、やっぱり未だにまだ強いし、あとは何よりいいのはこのアグレッシブネス、守備意識、これがね、やっぱパックネスと比べてめちゃくちゃ高い。まあ、ジルは本当に、まあ、持っててそうはないのかなって感じですね。はい、そして第3位、こちらラビオですね。全員ゲットできる、あの無料のねフランスガチャでラビオも入っててね、ゲットできるんです。そのラビオと比較した時に、まあそんなに能力変わんないかな。ただまあこっちの場合はやっぱり育てなくていいんで、何より守備の部分とか結構強化されてるのかなっていう印象はあったんで、まあ全体的に本当に能力が高くて、ワンタッチパス、スルーパス持ってる、そしてインターセプト持ってるっていうことで、まあサイズもあって高所の能力も高いんで、一番こういう選手入れておくのはありなんだけど、ライブアップで C 環境でこっち並み普通とかだとちょっと怖い気はするんだけど、スカット組む時にはね、あのレジェンダリーとかでちょっと補強しとかないといけないけどね。はい、そして第2位ですね、こちらグリーズマンということで、フランス続くな。スパサブがついてね、グリーズマンもしっかりダブルタッチ出せて、もうワンタッチずつスルーパス持ってるってことで、かなりね性能がまあめちゃくちゃいいんですよね。でグリーズマンに関してもフランスパックのグリーズマンと比べて、今そんな能力は変わらないですね。大きくはこの週間のやつで全体的に振られてるんで、パスとかも結構しっかり強化されてたりとかするんで、なんか全体的にやっぱり強化されてるってことは、スパサブにとっては全体的に強化された方が良かったりとかもするんで、別にこのグリーズマンは、まあ、今の環境的にもまあ、ガンガン使っていくことはできるんで、まあ、コンディションの意味も小さいですしね、あのスパサブのね1枚としてあの入れておくので、やっぱワンタッチシートついてるっていうのがめちゃくちゃよく、ワンパーあればいいけど、ただやっぱしっかりスルーパスも出せて、まあ、グランドパスとかもですね、あの85以上あればよかったけど、ただ84あったりとかで、これスパサブ乗ればまあ85以上になると思う。普通に優秀なスパサブに変わりないんで、まあ、コンディションの意味も小さいっていうことで、ね、C 環境でも使っていけるかなって感じですね。はい、そして第1位ですね、こちら、ベリンガムということで、まあこれ待望ですよね。ウイングもできるんだね。はい、で、まあ、ベリンガムもイングランドパックのベリンガムと比べた時に、イングランドパックのベリンガムの方が自分好みに多分育成できると思う。ボールコントロールかドリブル、ボールキープとかこんなもんなんだけど、もっと91とかまでこっちにバッと振るみたいな。ただポイントの量的には多分そんなに変わらないんだよね。やっぱ週間 FP って全選手に共通して言えるのが、全部の能力が許可されてみたいな感じになってるんで、あのその代わりやっぱりさ、グランダーパスとかフライパスとか確か始まりがね、向こう76とかなんで、85みたいな、かなりやっぱ上げられてるんですよね。こう全体的に上げられてるんで、まあ、このベリンガムでも、まあ、ぶっちゃけあのパックのベリンガム持ってない人からすれば、まあ、全然当たりにはなってくるかなっていうふうに、もう元々性能は本当に高いんで、スピードあって、あの体強くて、でフィジカルコンタクトも82あるんですよね。まあ、このパックのやつも76スタートなんで、多分そっちのベリンガムはみんなそんなにさ、やっぱフィジカルコンタクトとか上げないと思うんですけど。
だからここら辺しっかりやっぱり週間の方はですね全体的に許可されているということで、まあ、今このベリンガムですもですねやっぱりパックのベリンガム使ってる人多くて、まあ、実際にやっぱり相手にいてかなりうざい、あの逆足の精度も高い最高でね、今週の目も小さいでダブルタしっかり持ってワンパーワンシューしっかり打っていけるっていうのがあって、まあ特殊ダブルタできなくなったとはいえ、まあ、チェイシングっていうところのスキルと、まあ、ヘッダーは正直ちょっといらねえかなと思うんですけど、だチェイシング持ってるっていうのは、まあ、この守備数値の高さなんで、まあ、よく見るのは、あの、1OMF とか 1CMF だよね、トップ下とかで使ってる方多いんですけど、でもこのベリンガムを置いとくと迫力がかなりあるんで、まあ、特殊ダブルタッチじゃないとはいえ、まあ、持ってる方からすれば正直いらないのかなって気がするけど、イングランドパック買ってない人からすればめちゃくちゃ当たりなんで、この選手は。まあ実際今回の順位聞いて全部言えるのが、パックで持っちゃってるとそこまで変わらないんですよね。激アツなガチャかって言われるとちょっと渋いです。まあ渋いっちゃ渋い、能力はパックとはそこまで、そういう風に考えると、まあ、被ってれば、まあ、引かなくてもいいのかなっていう感じで、まあ、他の選手で言ってもちょっと面白いけど、ね、2m3 こういうねちょっと面白い選手がいるんだけど、ただこれね GK 選手80なんだよね、まあ、どうかなっていう感じ。ティモシーウェアとかもね、もうちょいもうちょい欲しかったな、余裕がある人かな今回は。そうそうそう、うん、ちょっと引いてきますよ。まあ俺はでもあのやっぱりベリンガム欲しいんで、まあ場合によっちゃね、まあ本当にチェイシングの方がいいっていう場合はあるのよ。でフィジカルコンタクトもしっかりやっぱ強化されてるから。でまあ一応ね、なんかおい3はないて、さすがに3は普通に3だからね、3の弱さだから。気持ち悪いじゃないかよ。だから被った選手でまあ育成の仕方が違うじゃん、うん、その差をあの自分でこう見極められるっていう得点はついてきます。なんか周回 FP って結構面白いよね、やっぱ全体的に能力上げてるからさ。そうだからそれと尖らしたやつと育成どんだけ幅違うんだみたいなのは使用感で分かる、うん、だけどまあそんなのさあ、いやー坂か、うわー坂どう、ベリンガムだと思った。まあウィング企業、まあ厳しい言い方するとまあ同ポジにめっちゃ強力なやついるよなって話になる、ね、悪くないけど別に。ただまあライブアプリが B とか A 乗ってきても、あまあビッグタイムのネイマールとかね、決定力が足りないのかな、決定力、あと全体的にやっぱり爆発力がもう一歩って感じだよね。さあ俺ベリンガム欲しいんだよね普通に、チェイシングの。ただあ5全体的に、まあ、結構引けるからね、チャンスはあるよ。で し減ってくし、へい、お前らやないよ、お前イングランド2人来ちゃっても素晴らしい、19歳の若造来いよって話なのよ。なんで2人来てんの、ユークショー。いいよ、これって無料のイベントで1回引けんのかな、無料のイベントで1回引くぐらいのガチャだわ。まあこれちょっと500円、いやだったら900円でいいな、うん、なっちゃうよねやっぱり、ね、トレーナーもついてくるしね。まあ余裕があればね、うわー、すごいね、しっかり引いてく、余裕があれば本当に比較してね、あれだみたいな。いやこっちがいい場合絶対あるんだよね、これね。一概にじゃあ特殊ダブルタッチができねえからとかっていう理由でじゃあもうこっちの方がいいんじゃねえかっていう話にはなんねえから、やっぱり使う褒めとか、まあ、戦術とかに関してこっちの方が良かったりっていうのはあるんだけど、ただまあ普通にお金をねやっぱり出すって考えるとね、5来いよ星5だよっていう話だけど、さすがに、おい、さすがにね、キャモン、わお、ジルジルよく当てんね、これもうパックエース持ってんだよね、ジルよく当てるよ。